あ、酒が尽きたんだよ。酒の種類が尽きたんだよ、この野郎。酒のね、種類がね、尽きたんだよ。もっと飲めとか言ってるね、この野郎がもう。ああ、お前もっと飲んでんだから、この野郎。お前飲んでんのか、お前。こら、俺はどんだけ飲んでるかも、今すぐ書けよ、お前。飲んでなかったら、お前の、まあ、この口にね、腕ぶち込んでさ、奥歯をさ、もうゴシゴシ磨いてさ、お前歯間ブラシ入れてピカピカにしてやるぞ、この野郎。何飲んでんだよ、この野郎。何飲んでんだ、この野郎。本当にもう。ということでね。次はね、私はね、地下お湯はあったかいの飲みたいんだよ、あったかいのをね。私はあったかい飲みたいんです。あったかいのをね。だからね、ちょっとね、違うお酒をね、違うお酒じゃないかもしんないけども、もう、冬ですやん。冬ですよ、これ、クリスマスだから。冬ですからね。冬ですから。だからね、ちょっとね、あったかいの飲もうかなと思ってます。というわけでね、というわけで、あったかいの作ってもらったらさ、ちょっと待って、ちょっと待っとけよ。よし、あったかいもん作ってる。レモン師匠待ってっから。レモン師匠結構待ってっから。レモン師匠ね、レモン師匠結構待ってますからね。でもレモン師匠、もうすんません、レモン師匠、もうちょっと待ってください。出番がね、ないのよ。ほんとね、レモン師匠出番がなくって、ごめんね、わざとやってるわけじゃないから。というわけで、ちょっと待っててください。あったかいの作ってくる。これはね、まあいいや。よし、ちょっと待っといてくれ、皆さん。行ってきまーす。いつもにっこり微笑んで、やっていますの緑です。おいしょ、行ってこう。ほらまあ、臭いんじゃボケ。ボケ猫がうんちしてんねん、ほんとにもう。ちょっとカメラ回すで。カメラ回すから。はい、もう回ってんのこれ。あ、回ってるみたいな。おっしゃ、一緒じゃねえか。よっしゃ、あ、これさっきのね、最高級昆布、磯の木昆布ありますよね、これね。これ一個ね、これね、さっきの銀白、白銀、銀白、あのね、この昆布ね、すごいね、お湯割りに入れると美味しいの、めっちゃ、こうやって、これめっちゃうまいよ、これ。これね、ほんとにね、これ驚き桃の木、山椒の木ですよ、ほんとにね。やってこいこい大魔人ですよ、ほんとに、来るから、来ちゃうから。あ、やべえ、うんち出そうやった。危なかった。これ超絶うまいからね、これほんと。これうまいバラってやってたよ、これ。ほんと昆布ばっか毎日食ってらんねえと思ってさ、ほんでさ、これさ入れたのよ、熱燗に。熱燗っていうかさ、焼酎を言われに、その抜裂うまいんだよ。抜裂うまいんだよ、これね。待たなあかんよ、これ。これ、ふやけるまで。25時間くらいまで。もうでもいい加減これ外したいんだけどね。私だってね、本当にもうね、寒いって分かってんだけど。だから外せないよ。だって電池切れないんだもん。電池切れないから、本当にもうね。待って、なんでさっき俺飯食ったんだよ。ほら、さっきね、餃子定食食ったから。ねえ、餃子当てねえんだよって、ねえのかよって言われてさ、俺も餃子定食食ったから、さっきね。当ては、ねえ。当ては今ねえよ。当ては今んとこねえよ。ねえな。もしかしたらこの後あるかもしんないけど、今んとこねえ。ねえよ。電池は電は炭酸、どういうこと。何の電池。何の電池や。レモン師匠忘れてんねん、これ。レモン師匠さ、
これレモン酒使わなきゃいけないんだけどね。レモン酒は使ってないね。もうそろそろいいかな。あー、じゃあもうちょいやな。じゃあこれ若っから、まあ、見えへんかな。ちょっとずつで、このね、この昆布がね、この昆布がね、ほぐれてきてんのよ、これ。わかるかな、この昆布がね、ちょうどね、いかにね、ほぐれてきてんのよ。これに変わってる、うん、これね、昆布がね、ファサってなってきてんのよ。俺の大きいの糸用意でほぐすけどさ、この昆布がね、ファサってなってくんのよ。このね、ファサってなってきた感じがね、美味しいのよ、これね、ほんと。ミネラルやから、ミネラル。知ってる？ミネラル。ミラクルじゃないよ、ミラクルエースじゃないよ、これ、ほんとに。これ見てよ、これ、ほつけてるよ、これ、これ。ちょっとささーってところね。上からこれ。これ、ここ。お茶してみろ。ファサーってなんで、こうやってね。というわけでね、これね、ほんとね。いただきます。やろうぞ、なんだっす、もうまた。ああ、持ってんのか、さっきこんなやろ。よし、行くぞー。行くぞ、これ焼酎。焼酎は銀白、銀白お祝いでございます。というわけで、皆様、酒を片手にお酒を飲みましょう。というわけで、乾杯。乾杯でございます。うまいな。銀石のパンチあるね、ちょっとね。パンチがグイグイ来る、グイグイ。アルコールがグイグイ来る、グイグイ。あー、来るね。銀石のなかなか主役譲らへんね。これ昆布に主役譲らへん感じやな。すごいな、パンチがグイグイくるな。というわけで、次のお酒で会いましょう。止まった。止まってんの。はい、明けましておめでとうございます。遅ればせながら明けましておめでとうございます。いや、もうこれね、酒無双がね、ほんとね、クリスマスに全部終わってるとね、思ってるもん。一生の語尾が一緒かもしれませんけど、思ってる輩がね、ほんと多すぎますよ、もう。もうね、正月早々に過ぎてんだよ、これ。2015年だよ、今。2015年。ただいま2015年だよ。何言ってんだよ、もう。去年のことぐだぐだ言ってんじゃねえよ、ほんとに。もう、ほんとにもうね。これ違うわ。これ去年や。これ去年のやつや。外そう。答えはびっくりしちゃった。もうね、もう2015年だよ。いつまでクリスマス気分なんだよ、どいつもこいつも、本当によ。今、昆布のお湯割りはまだ残ってますけどね。うたげんじゃねえよ。うだうだ言ってんじゃねえよ、昔のことを、この野郎。もう、今年は今年だよ。もう忘れろんだよ、去年のことなんて。どういうね。今年の、今年ね、2015年、皆様、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。はい、もうね、昨年ね、ほんともうクソのような年だったかもしれませんけど、今年はね、ほんとね、いい年になりますんで、はい、間違いないです。この動画を見てる限りね、今年はね、今年の抱負ですか。今年の抱負はですね、現状維持でございます。もう無難にね、現状維持。このままこれからも皆様のお茶の間を濁す。これがね、立て妄想協会。あなたのスマートフォンの5分なり10分なり15分を濁すために、今年2015年もやっていきたいと思います。あなたたちのどこで見てるか知りませんよ。通勤中、帰ってから、もしくはあなたの敏感なとこコリコリしながら覗いてるかもしれません。だけどそんなの知りません。だけど私はそんなあなたのお茶の間を濁すために今年1年もやっていこうと
続きでいこうかなと思ってます。まずは願望ですからね。明日になってやめてるかもしれない。だけど、まあ、俺と足腰は2015年そういう感じでやっていけたらいいかなと思います。うわー、はい、まあ、というわけでね、うん、昨年じゃないかもしれんな、うん、まあ餃子定食を食って、あの最終日を、最終動画を終えた私ですけども、最終動画やったか分からへんよね。まあ今年はね、まだね、もうこれからブリブリバリバリボリボリやっていきますよ。本当にもう、もう今年の、あ、今年の動画ですよ、これもう。2015年ね。うん、切り替えろよ、どいつもこいつも。12月21日やと思ってたら、もう大きな間違いだと思う、本当には。本当、空気の読めないやつらばっかりだったら、もうどんどん NG 登録だぞ、本当に。うん、もう2015年だよ、今や2015年ですから、うん、帰ろう、2015年なんで切り替わらねえと言ってね、今や2015年だよ、ね、お年玉プレーとか、お前、働け、バカだれ、今すぐ働け、うん、今年の方が面白かったね、本当、木田島三郎がね、鼻にね、黒塗りしてさ、ドーピングしてくるとは思わへんかったよね、うん、そいつ驚いたよ、本当に。ある意味ね、光源氏の再結成は驚いたな。さすが NHK やで、ほんとびっくりしたよ、ほんとにもうね。あとね、一番驚いた誰かっつうとね、今年の紅白歌合戦、男組がね、タイムゾーンを歌った。もうほんと嬉しかったな、あれは。なないと思ったもん、そういうこと。だって俺見てたけど、ウォーウォータイムゾーン言ってたもんな。びっくりしたよ、驚いたよね。本当もね、俺青春やもんな、あれへんな。まあというわけでね、まあ、2015年始まりましたけども、皆様ありがとうございます。というわけでね、とりあえず本日1杯目、本年一発目のね、乾杯をしたいと思います。それでは皆様、乾杯でございますよ。2015年初飲みでございます。ありがとうございます。乾杯。ライダーうまいな。今年1年目のね、今年初の酒はね、美味しいですよね。本当に美味しい、美味しいです。というわけでね、2015年始まりました。始まってませんけどの私の推し麺、金白白竹金城金白。よし、最後はね、これで締めよう、うん、これ締めよう。でこれやったっけ、あ、これここに入った。まあ最後はどうか知らんけどね、これで超絶うまいよ。だからウイスキーが好きな人なんだ、あかんで、ウイスキーが好きな人ね、うん。というわけでございまして、あんたたち、新春三少賞、ありがとうございます。日清の日本のうどん、どん兵衛、年明けうどんを今から食べて、もう去年も食べたような気がするんだよな。年明けうどんね。年明けうどん。もう見っかな。年明けうどんね。年明けうどん。あ、こちらの方ね、もう年明けなんで。2015年もとっくの大昔にね、始まってますんでね、うん、もういつまでもね、2014年引きずってんじゃねえよ、このうじうじしたこのホモ野郎って言われても仕方がないんで、食べます。2010明けましておめでとう、ご挨拶。9年はどん兵衛シリーズを格別のお引き立てを賜りまして、熱く御礼申し上げます。本年もどん兵衛シリーズどうぞよろしくお願いします。らしいよ、なんか書いてあるな。そんなことはこれには書いてあるわ。これ書いてあるよね。で、どん兵衛お前麺なんとかしろよ、お前赤いキツネに負けてるぞっつうんだよ、ほんとに。ねえ皆様ね、どうかしてんって、お物処理班かよ。まあだけどね、このね、なんかこのとろろめっかな、
これね、とろろとろろ昆布的なんと、ことびきかまぼこと、あとなんか昆布っぽい卵が入ってますね。よし、ぐる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 ぐ
ああ、やらしいな。優しいわ。優しいな。もう年明けうどんですよ。もう今やね、年明けうどんもね、売ってるんですよ。年明けてるけど、いただきます。一緒じゃねえか。一緒ちゃうわ、全然違うわ、全然違う、いつもどうも全然違うわ。バキューム弱くなりましたね。年やアラフォーなったらそうなるわ。すすりもね、熱いね。あ、緊張好きなら黒糖焼酎がこのはずがある。また悪く終わらへんか分からへんよ。その悪く終わらへんか分からへん。そんなもん俺の気分次第分からへんよね。俺が悪く終わらないかそんなさ分かんないよ。とりあえずこれはどん兵衛を食いたいんだよ俺は。今どん兵衛年焼きうどん、年越しそばは食えなかったけども、年焼きうどんはね、もうこの先もすぐ食いたいんだよ。分かるかな。もしかしたら動画で年越しそば食うてるかもしんないけどな。そればっかりはね、その私は知らないよ。おしこの切りも抜群だよ。24回ぐらい切ったら大丈夫だよ。ことぶき、ことぶきって書いてあるこのかまぼこに、このかまぼこに、見から見せるに難しいの。もうピントが合うわけだよ。ことぶきって書いてあることぶき、生放送見たら YouTube で見ろ。ことぶきって書いてあったから、まあ2015年やから、もう今日2015年やから、2015年1月の某日やから。うまいな。何時や今。あ、10時30分のね、こうインスタントラーメンうまいぞ。食え今すぐ10時30分に。おいしいね、おいしいよ。おいしいわ。いや、すぐなくなるね。梅干し入ってた。終わったな、そういう本な。俺って入れたもん、さっき。俺さっき入れたもん。忘れてたな。あっ！奇跡がこっちに入った！奇跡やな。奇跡っていろいろあるよね。2015年俺ついてるな。2015年俺ついてるわ。年明けうどん、どん兵衛の年明けうどん。2015年の年明け
ありがとうございます。というわけで、まあ、次の酒飲むときあったらね、お会いいたしましょう。ありがとうございました。これで終わるかもしれません。ありがとうございます。ありがとうございました。おこつ勝利判定ないか。じゃあ、おし。忘れとったことあったわ。2015年、2014年じゃやり残したことって言えば、2014年やり残したことが今に出てきたということなんだ。俺はもう散々さ、リスナーさんとかさ、言ってたんだ、本当にもう。2014年買ってよかったものランキング、ステマランキングね、うん、やろうかなと思います。おし！何位からいこう？何位からって無理やな。まあ、だから1位、2位とか俺は決められへんわ。1位、2位とかね。1位、2位、3位、4位。まあ、じゃあ言うわ。じゃあ言うわ。1位な。1位はこれ。もうこれがね、やっぱね、一番ね、良かった。サーモス真空断熱タンブラー。もういくよ。サーモス真空断熱タンブラー。もう1位だ。無理やぞ。いいもんか、順番しか言えない。いいもんか。最後なんか言ったの順番なんか無理やぞ。順番、最後から言えって言われたら無理だよぞ。俺良かったもん順しか言えねえもん。当たり前だろうな。良かったもんね、これ。1番だよ。これ1番。これ1番ですよ。これ1番良かったよ。これ去年良かったのがね。サーモスの真空断熱。なんでかって未だに使ってっから。これもいいよーんと、まあ。これね、本当に安い。14,000円。1,400円。1,400円ぐらいだな。これね、本当によく役立ってるよ。今日もね、氷サーバーというのが役立った。これもね、うん。飲む時にもいい。うん。お家で使われるならこれは激烈最高でございます。はい、だから1位これ。俺言っとくけどそんなにもったいぶらない。1位からしか言わないね。1位からしか浮かばないっていうだけでね。はい、第2位。だ第2位は最近これですよ。これほんまにいいから。これほんまに、なんて名前だったかな。サーモスのこれ、わからんけど、なんかこれや。保冷缶ホルダー。保冷缶ホルダーかな。これね、本番いいよ。何がいいかっていうと、これね、こう、本番いろいろだったら、ほんまにちょっと冷たいんやけど、例えばさ、こうやってさ、皆さんで飲むとき、飲み会とかあったとき、これ2つぐらい置いてたらさ、家にね、これ入れたらずっと冷たいのよ。これ出して置いといたら、このまま飲むだけじゃなくて、缶をここに入れといて、人に継ぐときにもこれずっと冷たい。冷たい。俺、それは、冷たい。で、これほんま1200円ぐらい。1200、300円、これ。これもう車とかにもいいよ。アウトでもいいよ。これほんまね、めっちゃいいよ。これで最近はめっちゃ使っていくから。これ本当に、これね、本当にこれは、いい。これは、いい。いいです。これはいいですね。はい、いいです。はい。でね、だけどね、皆様からすると、どういう人が見てるかにもよるやん。もちろんね。うん。500缶用あるかないか俺は知らん。俺は3号缶しか知らん。500ml 缶があるかどうか。今日はですよ、それは俺は知らん。まずは3号缶をちびちび飲め。それは知らん。俺は知らんやんなかったらね。あのね、どういう人が見てるかどうかわからへん。俺だから良かったやつよ。うん、ね、こうすれば。このマイクとかもちろん良かったよ。だけどね、これ高いから、そういうものじゃないんで、もっと手軽なもんね。俺ね、いろいろね、カメラとかさ、動画撮影してきててさ、思ったんだよ。うん、思ったんだよ。三脚っていうのは大事になるってね。100均とかのやつも大事。だからポキポキ。これ。マンフロットの、この三脚。これまだ下に URL 貼っときますけど。マンフロットのこの、ね、三脚いいよ。本当にこれ。これね、実のこと言いますと、俺これ2個目なのよ。これ2個目。これなんで2個目かっていうと、俺これ良かったからさ、俺さ、この間、
番外編大阪編で一さんにあげたから、一さんの産業壊れて、一さんじゃあこれあげるよってこれあげたんだ。これめっちゃいいから、これほんまいいよ。これしっかり丈夫やしさ、安いししっかりしてる。やっぱマンホロってやっぱ三脚メーカーだけあってしっかりしてるよ。うん、だから見てる人関係ないっていうか、それよりかあんたたちが自分らを撮るときに三脚として使うときはこれいいよ。安いから、安いからね。写真を撮るときとかね、これいいよほんまに。これは本当に俺はね、いいものだと思います。例えばこの携帯のそのね、ガチッとはめるやつがあってさ、 iPhone とか、まあ三脚っていうものをさ、普通に考えたらさ、大きいものを立てるとかにもあるかもしれへんけどさ、普通にさ、ちょっとこれ一個しのばしとけさ、あなたたちが旅行行った時にさ、簡単に撮れるよ、これで。これでさ、このここもここも頭とかグリグリするからさ、これ一個あることによってね、あなたたちの旅のね、撮影のね、なんかね、変わりますよ、これ一個あったことで。もうね、俺らみたいなのさ、動画主だけの話じゃないんですよ、これは本当に。言っときますけどね、あんた。これをね、これをこうやってやってさ、こう、もうカメラ置いてさ、こう、撮ったらいいじゃないか、旅の思い出を。まあ、ということでね、これはね、本当に、俺は良かった。第3位。第3位。第3位ですよ。どこに電話すればいいんですか、アマゾンにかけ。俺が動画を上げた時にこの下にある URL から買えでですね、あと良かったものはね、何があったかな、何があったかな、俺今年買って良かったもの何があったかな、あこれこれこれ本当に良かった、これもうつい最近これ1200円ぐらい、もうこれ低反発クッション、これ、ね、あのデスクワークしてる人は特にいいと思うよ、これめっちゃいいよ。何がいいかっていうと安いし、ケツの痛みが半減する。俺ね本当にこれ座っててさ、このケツのとんがったとか痛かったけど、このクッション買ったことによって俺はね変わったね。もうこう座って作業がね、この数時間座ってますよ、ここに。あのね、優しい。これはね本当にデスクワークの人は、ね、低反発このねクッションね1200円だから、送料込みよ、それも多分1200円。うん、太陽のドローバーね、あの太陽のドローバーどうでしたかって感じで、太陽のドローバーね個人差ありますんでそれは言いません、うん、まあね一般的に使えるもんしか今言ってないよね、うん、って言うんであればね、これはね本当にねいいものを買い物したなと思いました。うん、まあそんなとこですかね、2014年。あ、これなんか買ったかな、俺結構いろいろ買ってっけど、そのなんて皆様に対してな、いいもんかなっていうものはねあったかな。まあだからとりあえずだから生放送してる人やったら、こういう生放送とか録画とかしてる際とかねやったら、このマイク、イエティのプロ、イエティプロ、まあプロじゃなくてもいいけど、イエティのプロね、これね、ブルーマイクロフォンのイエティプロとかさ、カメラやったら今撮ってるこれ GH3 ね、GH3 とかになった。あ、食い物で言うんやったらレッドデビルの焼きそばと、レッドシーフードヌードルはやっぱり俺はね鉄板ですね。うん、どう、あれもいい。うん、ホテル使えるルーターのね、何やったっけ、何やったっけ、あれも俺めっちゃ重宝してるよ。あのね、家でも使いますからね。何やったっけ、もう忘れた。うん、ルーターもあるんですよ、ルーターね、簡易ルーター、あれもめっちゃいいよ。うん、あれもめっちゃいいと思います。まあ、今ねいろいろまだちょっと注文してて、まあ、試してないもんね、今年食べたらカップラーメンでうまかったんは、もう去年と変わらずレッドシーフードヌードルが一番。あとですね、あと言いますと、今週っていうのはおかしいですけども、2014年の今ただいま12月11日にタイム
大パラドックスで戻ったとしたら、パラドックスで戻ったとしたら、ですね、カニチゲ、カニチゲね、動画撮り損ねたけど、動画撮ったんやけど消えちゃったんですけど、カニチゲ、スーパーカップのカニチゲは美味しかった。もうだからこれやってる頃にはもうないかもしれんな。カニチゲ、もう生放送のための人に言ってますよ。カニチゲうまいから食え。俺まだ買ったら動画撮っから。俺だ、撮ったのにさ、消しちゃったから、消しちゃったんでどっか行っちゃったから、カニチゲうまかった。スーパーカップのカニチゲ超うまかったから。うん、食べなさい。うん、あれ美味しかったよ。カラカルーは持ってんの売ってないでしょ、ということでね。久しぶりって書いてるけど、コテハンついてるの分かんねえよ。分かんねえよ。圧倒ほにゃらつけてください。というわけで。先読むそうな。もう11時やからな。そろそろ終わるか。もうこれもなくなっちゃうからね。まあまた。やり残したシリーズをやるかもしれない。2010年。やり残したシリーズをね、やってるかもしれないけどね。そろそろね、そろそろ本日は、酒無双の方はね、終わろうかな。終わりたいかもしれないけどね、これね、わかんない。こればっかりは、俺の気分だから。酒っていいよね、本当にもうね、俺のそこにさ、ミニフチコはさ、もうさ、半分血出していいんだよ、そこ、本当によ、もうどこ食ってんだよ、世の中。わかるでしょ、あんたたち。そこにさ、ミニフチコがさ、おっぱい半分出していいんだぞ。もうこんな状況でね、本当ね。ティッシュ使うだろ、そんなの、本当に考えたら。ミネフジコ、フジ見ねえ子って思ってください。ミネフジコ見る？俺のミネフジコ、俺最高にセクシーなミネフジコ。ほんまね、これマフラーがね、赤の方が良かったんやけど、赤のやつは通常版やったから、俺は限定版のオレンジを黄色買っちゃったんだけど、ほんま赤の方が良かった。ここのね、俺の心の弱さ、ほんとびっくりしちゃうよ。ミネフジコ出すぞ。俺の大好きなミネフジコ、俺の大好きなミネフジコ出すぞ、本当によ。あっち見せようか。違うわー、こけたわ。あれ、俺こっちのカメラ回ってないな。どういうことやねん。カメラ充電ないんか、お前。まあ、充電なしか。まあいいや、こっちはいいや。見ましてかな。よし。俺の本当の、ミデフジコのね、本当のミデフジコの、ミデフジコ。こうミデフジコにね、このミネフジコはね、やらしいな、これな。このミネフジコは、やらしいよ、これ。見てくれる、これ。これ見てくれるかな、これミネフジコ。これもやらしいよな、これね、これね、これほら。これほらね、これね、もうミネフジコ。見えてくれる。生放送じゃなくて、YouTube で見ろ、これ、バカ！よし。というわけで、まあ、酒無双はね、もうこの辺でね、菊ちゃんで終わりでいいよ。菊ちゃんで終わりでいいんだよ。もう菊ちゃんで終わりでいいんだよ、そんなの。そんなもんいいんだ。あっしゃー。というわけで、酒無双2014。もう2014とします。酒無双20ではなく、酒無双20だったら最終回になりますね。2014。次回に酒無双20があった場合はね、最終回になりますけど、酒無双2014としてね、今回はありがとうございます。というわけで、次回の酒無双いつになるか分かりませんけども、その時お会いいたしましょう。ありがとうございます。パツパツ協会でした。面白くなかったかもしれないけどね。
俺は。アジアアフリカ語大学トラビダ語学科まで出て大手貿易会社に就職したにもかかわらず一向に冴えないじゃないか。だいたいこの会社に入ってトラビダ語を使ったことなんか一度もないんだよ。あんなに完璧にマスターしたのに。あ、プリスティホッパリハカルピスティホッピチェチェステカパリホッパリホッパセホッパリ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 。確かに俺の部署は会社の顔であるお客様窓口なんだが、やってることは不良品に不良いし、鼻息荒く駆け込んできた客も。疲労であのままあのまま寝ちゃった。カラカラですよ。カラ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 ですわ。酒飲んで水分とってね、寝方はねカラカラ。昨日大丈夫や思ったよな、絶対平気やなー言うて思ったのにな。やっぱ次の日はね粉になりますから、やっぱね。うわ、眠たいけどね、もうね、もう干からびで起きたみたいな感じだったら。というわけで酒武装2014冬、ありがとうございました。またやるかもしれませんけども、この後ちょっと出かけてすき焼き食ってきてます。胃もたれしてんのに軽くね、長く痛いね。というわけで、パテモス協会でした。酒はほどほどに、暴飲暴食もほどほどにでございます。